OK ライブ e 見るゲカモン。何ション見るゲカモン。何ションは、岡山放送において月曜日から金曜日の夕方に放送されている岡山県、香川県ローカル生活情報番組。OK は2014年12月5日、この日一般開業したショッピングセンターイオンモール岡山5階6階へスタジオや番組制作機能を移転。そこの5階にも置けた。 OK 街中スタジオミルンにおける最初のレギュラーバラエティ番組である。これを控え、平日午後に放送されていたエブリの街が同年11月に終了し、当番組はその後継番組として移転翌日の12月6日に放送が開始された。放送は月曜日、金曜の夕方と土曜の朝の週6日となり、土曜の朝の情報番組は2009年3月28日に、 終了した、アイラブカフェ以来となる。なお、2016年4月の改編で、土曜日の放送時間が昼に枠移動されているほか、各放送翌日未明に再放送が開始されている。再放送の時間は編成上の都合で曜日によって異なるが、おおむねよく1時台2時台である。制作協力に吉本クリエイティブエージェンシー、吉本工業が加わっており、 毎日日替わりで所属タレントがレギュラーで出演している。2018年7月に発生した西日本豪雨以降番組の最後に岡山県内の被災地からのメッセージを伝えるンション被災地伝言版が放映されている。タイトルのンションは岡山弁と佐野き弁で何してるのという意味。2015年3月30日からは月曜日く。 金曜の放送時間が5分繰り上げ、拡大し、15時50分、16時50分の1時間の放送となる。これにより、キー局のフジテレビと同様、この日放送を開始した直撃ライブグッディ、みんなのニュースと合わせて5時間5分、生放送の番組が続くこととなる。なお、グッディからはステブレレスで接続される。原則として、 祝日も休止することなく放送されている。また、2021年3月26日までは、平日の場合、岡山、香川地区で重大なニュース、または自然災害が発生し、本番組の時間帯にローカル報道特番が組まれるか、全国レベルの重大ニュースが発生し、ライブニュースイット第二部を臨時フルネットとする場合は休止となっていた。その他、年末年始は、 特番編成で休止になるが、年始初回は、キー局の帯番組よりは、遅めとなる。2019年4月の改編により、平日版の放送時間が、同月2日から17時18分17時53分に、土曜版の放送時間が10時45分 -11、45に、それぞれ変更。平日版は17時台に移動になったため、番組中常時表示されている。 番組ロゴの左に時刻表示も新たに表示された。さらに、同年8月5日からは平日版の開始時刻を17時13分に繰り上げた。なお、毎年2月第1日曜に開催される、香川丸亀国際ハーフマラソンの中継に伴う、準備など、局の都合により、臨時に休止となる。前者については金曜と土曜の放送が休止となる。 2018年度までは休止の代替枠はテレショップや再放送に平日に関しては2019年度以降休止の場合はライブニュースイット17時台のフルネットとなる2020年10月の開閉により平日版の放送時間が同月5日から16時40分 -1748 までの放送になりライブニュースイット第2部の 部分ネットを挟んだ二部構成となった。2021年4月の改編より、平日版の放送時間が3月29日から16時15分 -16、50になり、16時50分以降は、今まで本番組内報扱いで17、12.30まで部分ネットしていた、一っの17時台を単独番組扱いでフルネットすることになり、 2019年4月からのインサートする形の番組構成は終了した。また番組開始当初から放送していた土曜版の放送は終了し、この番組は平日夕方の放送のみになった。番組開始当時の平日 MC には、オケイアナウンサーとしては2007年以来7年ぶりの出演である黒住雄介と当時入社1年目の矢野美波が起用された。 黒住は2016年7月1日の放送をもって番組を卒業し、翌週の7月4日より、当番組で土曜日中継レポーターを務めていた、渡辺大輔が矢野と平日 MC を務めた。土曜 MC は、これまで平日に放送されていた、エブリの街の MC を担当した、上岡本と神谷彩野が務めていた。渡辺は2020年3月18日の放送を、 持って卒業した。2017年春の番組改編では、神谷が3月25日の放送をもって番組を卒業。前年度までみんなのニュースのキャスターを担当した、萩原渡ると淵本京子が出演者に加わり、平日 MC を渡辺と淵本土曜 MC を萩原と矢野が務める。ありがとうございます。